前回の動画ではグランド確保、今回の動画では自分たちの SNS で告知をしてサッカー教室を開かせてもらいました。どれだけ人が集まるかわからないけど、チャレンジしてみた結果はいかに。自分たちのサッカースクールの名前を決めていきたいと思います。これ逆なってるけど大丈夫、あとバーマン出してみます。いますね。革命思想家。頑張れるやん。いつもそれ言ってんの。頑張れるやん。とりあえず。あとはなんか。家帰ってきました。誰だ日向。バッチリで2月1日は朝9時から来て充電します。毎日やろそれ。毎日2ヶ月後のやつ、なんか2ヶ月後のやつ予約できるらしいんで、2月1日に来て4月1日、2月2日に来て4月2日、毎日行きます。